賢者の石を作り出したと伝わる偉大の錬金術師ニコラス・フラメル。1330年フランスのパリ近郊で生まれたフラメルは、ある日異国人から秘宝の書を入手します。ギリシャ語とヘブライ語で書かれた奇妙な本。それが錬金術の手引き書だと気づくと、フラメルは解読のためフランスからスペインへと向かいました。そこで出会ったユダヤ人の学者カンシュと共に、実に21年という年月をかけて本に書かれた錬金術の奥義を習得。大部分を解読したところでカンシュは亡くなってしまいますが、フラメルはこの時鉛を金に変える賢者の石の生成に成功し、不老不死の身になったという伝説が残っています。